から、毎日、自分で100円ずつ入れて、募金してます、もう、今日ね5666円になりました。僕らがずっと暗くなっててもしょうがないんで、下向きな感じです。白川ずいぶん時間がかかるらしくて、背中にリュック背負って、原子力発電所の灰というか放射能が降ってこないか心配の中一生懸命やってます。やっぱり毎日不安でいっぱいだけども明るいことを思って、毎日生きてるようです。
本人にも話してるんですけど、心の中は自由なんで、心の中だけは自由なんで、僕らだって明日はどうなるか分かんないんで、今日元気に生きていくしかないんで、親父の海です。昔の曲ばっかやってるんですけど、昭和20年代の曲ばっかやってます。知ってますか？あなた空そよぐ風港で船のローラネオで楽しい別れてるを笑顔で切れば月、ハワイ行くのがその頃はもう夢のようで、常夏の黄金月、夜のいつでも行きたい、今日みんなここへ出よう、小窓を照らす憧れの
友達のうちに、納屋にちょうどウクレレが置いてあったんで、まあ、その練習のために、この曲練習しました。アロハを言ってくれるので、もしよかったら練習に優しく奏でれば生かしてくれるようです。優しく奏でる毎日こうやって歌ってます。皆さん元気で、もう心の中本当に自由だから。